どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ペッカ12ラッシュということで、私ですね、このね、空きがあるんですけれども、私はもうペッカにしかこだわらない。ジャイアントとか入れたらダメだろってことで、この編成でいきたいと思います。私ね、クローンの呪文をね、一切ね、使ってこなかった。いや、というかこの呪文弱えだろってことで使ってこなかった。しかしね、私の真骨頂である、もうペッカ12ですよ。ペッカ12あれば 50% いいね、この村。でもちょっとダメだな。 50% 星に取れちゃうでしょってことですよ。おっと、いい村だな、これは。しかし今シングルインフェあったんで、ちょっとやめよう。それやめよう。おっと、これちょっとアンパイクね。これちょっと行きますか。行きますよ。ちょっと待って、緊張すんな。これヒーローは出していいのかな、このラッシュ。待って、これペッカでサイドカットって無理じゃね、これ。ペッカでサイドカットがちょっと無理すぎる、あるある。ちょっと際どいからやめよう。待って、そしたらさ、サイドカットできない。おっと、来た。ここ行こう。もうここ行こう。ここ。あれなんですね。バネトラップが見えてますね。大工工事中なんで。うえ、いけ。これですよ、これ。これが12体らしい、これ。サイドカットする必要はない。レイジ。これ、ババキン多分一瞬で処理できるでしょ。はい、クローン発動して。クローンした、クローンした、クローンした、こいつ。もう一回クローン。もう一回クローン。いいぞ、いいぞ、いいぞ。え？お前らどこ行くの？よしよし、もうお前ら捨てる。この中心部部隊。待って、テスラとかちょっといかつくないか、これ。テスラちょっと。テスラいかつくない、ちょっと。こいつら何しとんねん。いた。ちょ、仲良すぎ、こいつら。ちょっと待って。18パーでしょ。待って、ワンチャンあるぞ。ほら、ダメじゃん。ほら、もうさ、これどうせさ、もう雑魚すぎとか言われんでしょ、また。そのさ、もうネタ攻めもできねえのか、こいつと。ちょっとペッカちゃん、さっきの良くないっすよね。まあ、でも死ぬ、あ、待って。これワンチャンヒーローでタウンホール落とせる説ないですか。いや、ワンチャンあるぞ、ワンチャン。斜めから侵入していって、ロイヤルクロークで、タウンホール落とせるぞ、これ。いけるでしょ、これ。いけるっしょ。よし、まず、ババキンで、まずサイドカットして、まあ、サイドカットっていうよりも、突っ込まさせる。いけ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 。ババキンでも、めちゃくちゃカットしろ、めちゃくちゃカット。よし、いやー、待って。クイーン、タゲ取られてる。そりゃそうか。そりゃ取られるわ、そりゃ。いいぞ、いいぞ、まだ、エターナルはもう使っちゃったから、ここで、うっ！お前でいけいけいけ、破壊しろ！破壊しろ、どこ行くの？問題です。戦艦ヤマトとシナノは次のうちどれ？どれですかね、考えてください。正解はこちら。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。